頑張ってレビューしますよと。生地はボソボソして甘いキャラメルがと映えないです。決まって映えます。切ろうか迷いますけれども、レンジレシピがあるので一番溶けやすいのはチェダー、やっぱりビーフジャーキーの方が。朝食を作ります。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。一蘭ラーメン5食入り1738円です。1食あたりは 347.6 円。インスタントにしてはお高いですけれども、有名店の味を自宅で楽しめるならお得に思いますね。常温保存です。賞味期限は来年の7月です。約10ヶ月です。お鍋に水 450ml を入れて沸いたら麺を入れて2分半茹でます。火を止めてから液体スープを入れます。麺を別茹でしないのは助かりますね。丼に移します。青ネギが欲しいところですが、マイクロリーブスの豆苗、チャーシューがなかったのでアップルベーコンをチャーシューにリメイクしました。そしてゆで卵もトッピングします。超有名ラーメン店の味をレビューするのってファンが多いってことなので勇気がいりますけれどもね、頑張ってレビューしますよ。ストレートの細麺は粉っぽさがなく程よいコシとツルツルの喉越しです。スープは塩味強めで濃厚、材料に味噌はないんですけれども味噌ラーメンに近い感じで豚骨臭さは感じないです。油が多く浮いていますがしつこさは感じません。赤い秘伝の粉は辛いんですけれども、恐る恐る少しずつ追加しているうちに辛さに慣れてきますし、入れることで風味も変化して美味しかったです。ミックスマッチマフィン2パックセレクトで1298円です。人気のマフィンもどんどん値上がりしましたね。1個あたりは108円です。早い倉庫では8月末登場の抹茶マフィンがようやく買えました。プレーンもまだ食べたことがなかったので抹茶とプレーンのセレクトです。他にバナナッツマフィン、ブルーベリー、チョコチップもありましたが、どれも加工日が9月12日と古かったので、もうね皆さんがっかりしました。プレーンの加工日は一昨日で消費期限は明後日です。抹茶の加工日は昨日で消費期限はし明後日です。まずはプレーンから。重さは 180g くらい、直径は9センチです。1個分のカロリーは684キロカロリー。マドレーヌにも似ていますが、それよりもバターは控えめっていうか、材料にバターは書いてありませんね。とても美味しいです。抹茶はプレーンより高さは低めですけれども、少し重めで 190g 弱です。直径は同じく9センチ。1個分のカロリーは765キロカロリーです。パパはね、初日に丸ごと1個食べましたけど、私は4分の1です。表面は茶色で抹茶感がないんですけれども、内側は濃い緑色で、お味もこれでもかってくらい抹茶を感じます。時々クランブルのアクセントがあります。プレーンに比べると生地はボソボソして崩れやすいです。なんだかんだプレーンがね、一番美味しいと思うんですけれども、でも、パンプキンとチョコチップも好きです。マフィンの保存方法はショート動画にしたので概要欄のリンクからご覧ください。ディーバスでいいのかな？キャラメルチョコレート 400g 1548円です。ギフト用のパッケージになっていて、赤の他に白もありました。4種類のキャラメルチョコレートのアソートです。フェアトレードです。原産国はベルギー。賞味期限は来年の3月です。約5ヶ月です。8個入りのトレイが3つ入っています。ラインが入っているせいで一見割れているように見えたのはクランチヘーゼルナッツ。白いのはバニラ。割るとキャラメルがとろりと出てきました。そしてキャラメルハンドとダークはガナッシュです。もうね4種類とも甘いです。1粒あたりはフレーバーによって違うと思いますが、約80キロカロリーです。甘すぎるチョコは私は苦手なんですけれども美味しいです。
私の好みはガナッシュでカリッと噛むと外側のフルーティー&ビターなダークチョコの中から甘いキャラメルがとろっと出てきて、ギャップのある食感と相対する味わいの複雑なミックスで美味しいと思いました。アサヒコ豆腐のおやつプリン 100g が2連のものが8個、1298円から260円オフは10月1日までです。1個あたりは 64.8 円。私は好きですけれども家族には不評なので久しぶりの購入です。ビーガンですからおやつとしては物足りないのかもしれませんね。製造は長野県、賞味期限は11月17日です。約2ヶ月です。なかなか形よくは出てきてくれないので映えないです。お味はほんのり甘いカラメル風味のお豆腐、スイーツとしては微妙ですけれども、1個あたりは110キロカロリーで、タンパク質は 4.7g、 食物繊維は 0.4g です。ギルトフリーなスイーツとしては良いと思います。タイ産マンゴスチン1098円です。10個入っていました。重さは 60g くらい、直径は5センチくらいで、こういう形のコマもあったっけねと懐かしさを感じる見た目ですが、日本への輸入は今年解禁されたばかりです。食べ方は中心部を上下から挟むように押すと殻というか皮がパキッと割れます。中はみかんの房のようになっているので取り出して食べます。包丁では地球でいうところの赤道部分にぐるっと切り込みを入れてからねじると綿花のような可愛らしい姿になります。和菓子っぽい雰囲気もあって映えます。プラムに似た種もあるので少し食べづらいところもあります。ライチに似た味とも言われていますが、桃のような甘さもあり、尖ってないフルーティーな酸味もほのかにあってとても美味しいです。果肉は少ないですし少しお高いですけれども、果実の女王と呼ばれるだけあるとは思います。期間限定なので見かけたら食べてみてほしいです。おすすめです。アトランティック生サーモンフィレ 100g あたり448円で4561円です。メルマガ掲載品です。加工日は今日、消費期限は明後日です。おなじみなので説明は不要かと思いますが、ノルウェーから空輸で届き一度も冷凍されていないとのことです。世界情勢の影響でどんどん値上がりしてて、通常価格は578円です。大きいのでね、いつもどう切ろうか迷いますけれども、最初に尻尾の方を切り落として、セミもぶつ切りにしてとりあえず冷凍します。後日ムニエルなど加熱して食べます。ハラミは下の白っぽい部分ですね、大トロに分けてお刺身にします。今回は薄く切ってお寿司にしましたが、包丁の向きを失敗しました。もっとね、斜めに入れて縦縞にならないようにした方が食感が良いです。ということで素人握りですが、日本酒にもよく合って美味しかったです。お寿司に向かない半端な部分は簡単酢とオリーブオイルをかけてマリネにしました。骨付き LA カルビ 100g あたり298円で4556円、そこから600円オフです。多くても少なくても600円オフです。 LA カットは食べづらいので家族は嫌がりますが、美味しいのでリピです。加工日は今日、消費期限は明後日です。16枚入っていました。1枚に骨が3箇所にあるので3つに切ってから焼きます。味付け肉は焦げやすいし、キッチンが汚れるので私はオーブンのグリル機能で焼きます。フライパンで焼く場合はコールドスタートです。もうね、焦がさないように注意ですね。フリルレタスの上に盛り付けてマイクロオリーブスをトッピングしました。骨は邪魔ですけれども甘辛ダレで美味しいです。金福の辛子明太バラコ1658円から338円オフは9月21日までです。メルマガ掲載品です。スケトウダラの卵はアメリカ産です。
冷凍で賞味期限は来年の4月です。約1年7ヶ月です。人気商品なので説明不要かもしれませんが、ジッパーバッグになっていて 30g のスティックが20本入っています。それぞれに賞味期限も書いてあるところが親切ですね。パスタなどいろんなアレンジレシピがあるので、あまりレシピご紹介するまでもないかもしれませんが、キャベツと発芽大豆の明太マヨ和えです。ざく切りキャベツ3枚分をボウルに入れて、ふんわりとラップか蓋をして電子レンジで4分加熱して粗熱を取ります。マヨネーズ大さじ2くらいと発芽大豆1袋とからし明太バラコ1袋を混ぜます。グリーンリーブスをトッピングしました。炒め物にも使えます。しめじの明太炒めレシピはこの動画の後半にあります。チェロクラッカーカットチーズトレーバラエティパック908g 2598円です。パーティーシーズンを意識しての入荷ですかね。原産国はアメリカ、賞味期限は12月24日です。約3ヶ月です。チェダー、スイス、ハバティ、ゴーダ、馴染みのある4種類のアソートです。クラッカーカットなので四角形ですが、大きさも形もそれぞれ違いますし、枚数もバラバラで30枚から40枚くらいです。食べ比べも楽しいですし、パンに4枚とも乗っけちゃうのも贅沢でいいですね。穴が開いているのはスイスで、この中では酸味が強めです。加熱して一番溶けやすいのはチェダーです。マリアーニベーコンジャーキー 300g 1498円です。ポークジャーキーなのでビーフジャーキーよりもお安いです。ちなみにマリアーニソフトビーフジャーキーは255g 1598円です。原産国はオーストラリア、賞味期限は来年の10月です。約1年です。一口サイズの小さめジャーキーです。食感はビーフジャーキーと変わりありませんが、ベーコン感があります。スモーキーで少し癖のあるハーブのような香りかなもします。塩味と甘みと酸味のバランスは好みです。ジャーキーとしては柔らかめなので、粗く刻んでポテトサラダに入れても美味しいです。でもやっぱりビーフジャーキーの方が好きですね。朝食を作ります。キャベツ卵スープからです。水を鍋に入れて沸いたら、生姜、鶏ガラスープの素、キャベツ、みりん、薄口醤油を入れます。味見をしてから塩で調整します。溶き卵を中心から回し入れて出来上がりです。しめじの明太炒めです。カットしめじをバターで炒めてから、千切りのパプリカとからし明太バラコを和えます。バラコが全体に馴染んだら火を止めます。ベーグルサンドを作ります。シナモンレーズンベーグルにチェロチーズを乗せてレンジで40秒ほど軽く温めてチーズを溶かします。フリルレタス、サーモンマリネ、マイクロリーブスをたっぷり乗せて挟みます。半分に切ってからマンゴスチンの隣に乗せます。スープをカップに入れます。朝食プレートの完成です。メルトコーヒーは糖の吸収を抑えるサプリメントコーヒーです。 SNS モニターでいただいたもので、コストコとは関係ありません。しばらく飲み続けます。今週のお酒は9月12日新発売のサントリーザ・プレミアムモルツ清らかダイヤモンドホップです。ファミマアプリでいただいたものなので、コストコとは関係ありません。香り高くさっぱりとみずみずしい喉越しで美味しいです。メニューはキャベツと発芽大豆の明太マヨ和え、マンゴスチン、ミックスナッツ、ベーコンジャーキー、バラエティーチーズ、ハイガクラッカー、骨付きカルビとフリルレタスとマイクロリーブスです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。